こっちの部屋もカラー。こっちの今までキッチンがあった部屋です。すごい声が響くね。ここもカラーになりました。今まで防音室があった部屋も綺麗さっぱり綺麗になりました。家具ないと結構広いんだよね、この家もね。ではこれから京都まで車で行きます。長いよね、5時間ぐらいかかるかもしれない。ちょっとゆっくり運転していきます。はい、新しいお家着きました。ここがキッチンで、明日か明後日ぐらいにこのテーブル、ここら辺に置くテーブルが届くんですけど、で3階もありまして、まあちょっと荷物置いてありますけど、まあ、ここにテーブルとかパソコンのテーブルとか置いて作業スペースにしたいと思っております。でね、屋上もあるんですよね。でね、ガスはね4つ口なんですよ。こんだけ光が入るとカセットコンロ使わなくても動画撮れるかもね。で洗濯機置き場となんかホテル来たみたいな、バスタブとシャワーとトイレです。それでこれから引っ越し業者さんがあと2時間ぐらいしたら来るので待ちます。よいしょ。これはねテーブルです。テーブルの天板とあとなんだっけ、アイアンの足をオーダーして、なんか指定のサイズで作ってもらったのが今届いたので、開封します。あ、とてもいい感じ。見る？こんな感じです。なかなかいいね。とね、今回はこのお店で買ったんですけど、いつもね名前忘れちゃうんだよね。覚えられないんだよこの名前。デコトミックかなっていうところでオーダーして買いました。でこれが裏側です。なんか反り防止のプレートが2本と、あと足取り付け用の鬼目ナットみたいなのがついております。重いな。
とりあえずテーブルだけあればちょっとは便利になるかな。でもしかしたらテーブルをもうちょっと左にずらして、ここに同じ高さのテーブル、幅60センチか90センチぐらいのを作るかもしれません。でこっちはね、キッチンにあった棚全部上げちゃったから、またここをレイアウトどうするか考えて何か作るか買うかしてキッチンを作っていきたいと思います。というかまだ冷蔵庫も買ってないんですよね。冷蔵庫買わないといけないね。なんか本当は冷蔵庫をここに置くらしいんですけどね、冷蔵庫用のがあるんだけど、ここに冷蔵庫置いちゃうと結構邪魔っぽいので、冷蔵庫は多分あっちの方、あっちの端っこの方に多分置くと思いますけど、そんなでっかくないね、ちっちゃいやつ買うと思います。あ、今日はこんなところかな。では。